まあ、多くても少なくてもですと、あまり本命はないねっていう、まあ、半端にはなっちゃいますよ。これ内部留保っていうのはどこにあるんですか？内部留保はここです、あの BS なんですよ。獣医さん、うん、ああ、資産業、はい、したがってあのイメージすると獣医さんがあって多分100万で最初商売スタートして資本金100万で商売スタートしてで収益が多分50万で費用が40万、10万でいってます、はい、でこの10万よが要するにプラスされていくんで110万ってことなんですよ。来年その時の10万円、要するに50万から40万円で10万円、で借り方に10万円が出るんで貸し方にかかるんですよ、僕は。それが貸し方が11歳なのでこうなんですよ、ここも増えるっていう。で、処分しなかったやつですね、内部留保ちょっとこれで配当とかしなかったやつ、うん、だから10万稼いで5万円を配当して5万円残ってるっていうんだったら5万が内部留保ってことですよ、うん。なるほど、だから関係者見るんですよね、ええ、そういうの